スーパーマーケットの店舗名などに付けられた名称。奥無名の主婦連合会が1949年より開始した主婦の店選定運動にて主婦の店マークが贈呈された店舗のこと。なお、主婦の店選定運動とは品質、衛生面、サービス等信頼のおける主婦の店を選ぶ運動で、これによる物価値下げを期待した。物価調がバックアップし、 東京都内の市、区役所を通して投票するシステムで47万人が投票に参加857点が選ばれた。日本のスーパーマーケットの端緒である福岡県小倉市の丸和フードセンターの社長であった吉田秀夫が中小小,小売りの盛況対策として1957年3月23日に設立したボランタリーチェーン。吉田は 主婦の店運動と銘打って全国を飛び回って提携を呼びかけ、この旗印の下で売り場にレジスターが導入され、セルフサービスを採用したスーパーマーケットが全国に展開された。シンボルマークとして風車を用いていたため、加盟企業のことを風車系と呼ぶこともある。主婦の店全国チェーンは共同のテレビ CM やプライベートブランドの展開を行わないなど、 あまり、スケールメリットを出す施策を打たなかった。そのため、徐々に大英など独自で全国展開を図る企業や、日流グループや CGC グループ、オール、日本スーパーマーケット協会等にも同時に加盟し、地区展開を図る企業、大英グループやジャスコグループなどの大手流通企業グループ参加に入る企業が多くなった。また、 加盟企業と出店エリア協定を取り交わしていなかったため、本来は中小小売商賞の成長対策であったはずが、加盟企業同士による出店競争が激化してしまう自己矛盾に陥る状態となり終焉を迎えた。主婦の店全国チェーンは1998年7月に解散したが、店舗ブランドやシンボルマークである風車を 現在も使い続けている旧加盟企業もある。主婦の店、大ア愛賀店。ありがとうございます。